共有できてますか。グッドモーニング YouTube。 今日は、本院放射線科山本先生の、何ですかね、 MPI ですね。はい、 CO って書いてある。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、心筋スペクトです。心筋スペクトでは視覚的評価に加えて、まあ、一般的に判定量的なこのような17セグメントを用いたスコアリングシステムを用いて9ケツの評価を行っています。このようにセグメントのアクティブからサムドレス SS、サムドレススコア SRS を算出して、その差であるサムドディファレンススコア SDS を算出。この SSS を用いて日本の施設で行われた J アクセススタディでは、血液心疾患が疑われる4031人に心筋血管グラフィーを施行して3年のフォローアップを行っています。 SSS が4未満をノーマル、4から8をマイルド、9から13をモデレート、14以上シビアとして MS を心臓死、MI 心不全入院と定義すると、ノーマル群では MS が 2.3% と低値である一方で、シビア群では 9.2% と高値の MS です。このように判定量スコアにより予測が可能となることが示されています。これは何、どういう人たちが対象なんですか。おそらく虚血を疑われた患者さんですね。でただ、まあ、どれぐらい疑われた、ね、外来の患者さん、外来の患者さんだと思います。はい、はい、こちらがですね、よく教科書とかにも載ってるんですけど、1991年か97年に米国で行われた心筋負荷シンチグラフィーの研究です。1万627人が対象で、 OMT 群と再加入療法群で2年間フォローアップの心臓死を比較しています。こちらでは SDS の値から心筋全体の虚血心筋量を計算して心臓死の発症率を比較していますけれども、10% を境にですね、ここから境に再加入療法を施行した群でのイベントがより低止となることが示されています。これがちょっと結果と違うところではあるんですけれども、まあ、過去にはこういうような結果が示された研究もあります。一方でですね、心筋シンチグラフィーでは解析のソフトウェアで以前から定量的な欠損スコアも算出可能で、このような正常加減の点があるところにですね、まあ、患者さんの個人のアップテイクをこのように曲線で描いて、その正常加減を下回った部分の広さと重症度を用いて算出する TPD という指標も、研究で、用いられている機器なんですけれども、数年前から研究においてアンガー型スペクト、半導体スペクトに移り変わりつつあって、まあ、今回研究でも使われていますので少し説明します。こちらが女子医大でも使用されている半導体スペクトのディスペクトというものなんですけれども、これまでの検出と大きく異なる点というのが、左側がアンガー型シンチレーションカメラといって、まあ、以前から使われていたもので、各種から放出されたガンマ線をシンチレーターによってシンチレーション光に変換して、光電子倍増管によりデジタル変換し、電子回路に情報が送信されていました。このシンチレーション光に変換するという、まあ、過程がですね、検査の感度分解能を規定していました。右側が半導体検出器なんですけれども、半導体素子を使用することによって各種から放出されたガンマ線を直接デジタル変換し、電子回路に情報を送信します。そのため高い感度と空間分解の可能としています。これが女子医大で捉えた実際の画像なんですけれども、左が2018年の従来のアンガー型殺動機、古い方の殺動機器で殺動した画像、右側が今説明した半導体スペクトで殺動した2019年の画像なんですけれども、同一人物で各殺動実機の間にイベントや再管理療法は行っていないんですけれども、このような微妙な境界不明瞭な欠損が消失していて、まあ、アーティファクトであったか分かります。またこの短軸像長軸像ともにですね、 D スペクトの方がよりシャープで鮮明な画像になっていることが分かります。研究の方に移りますけれども、この半導体スペクトを用いて行われたリファインスペクトで、視覚的スコア、判定量的スコア、定量的スコアでの年間のフォローアップの結果を比較しています。
背景ですけれども、心筋血流イメージングでは全世界で広く CAD の評価に執行されていて、エキスパートによる資格評価は先ほど説明した通り、新イベントを予測することが示されています。ここまで大規模多施設での定量評価と視覚的評価を比較した研究はないため、本研究が行われています。方法ですけれども、2009年から2014年に米国で半導体スペクトを用いて運動または薬物不可心筋シンチグラフィを施行した2418症例が対象となっています。心地から90日以内の早期再灌流療法や心移植などの非冠動脈手術、タビを施行した症例は除外され、最終的に 19,495 症例が解析されています。サブグループ解析としては、 CAD を疑われる症例として過去の MI、PCI、CABG の記憶がある患者を除外し解析しています。撮像機器は先ほどお話しした半導体スペクトが使用され、各種はテクネシウム、セスタミブもしくはテトロホスミンが使用されています。撮像プロトコールは1日法で安静先行型、負荷先行型、あるいは負荷のみと2日法を施行されています。視覚評価ではノーマル、プロバビリノーマル、イクイボーカル、アブノーマルに分類され、定量評価は先ほど説明したトータルパーフュージョンディフェクト TPD が使用されています。アウトカムですけれども、プライマリーエンドポイントは全脂肪、 MIUAP、 遠隔機の再灌流療法を含む名詞として、セカンダリーエンドポイントは全脂肪や MI を含むハードイベントとしています。結果です。検査プロトコルの割合を示したテーブルですけれども、ほとんどが1日法で運動負荷、薬物負荷が同程度でした。薬物負荷の内訳はジピリダモール、リガデノソン、アデノシンによる負荷が多い結果となっています。レスト、ストレス、それぞれのトレーサーの投与量です。全患者のキャラクタリスティックですけれども、名詞群ではより高齢で PAD、CAD、あと肝危険因子が多く、検査で薬物負荷が多い結果となっています。また心電図変化もより多く見られています。でこちらが CAD 疑いのサブグループ患者におけるキャラクタリスティックですけれども、CAD 疑い患者群では全患者から MI の起用、 PCI の起用、 CABG の起用が除外されていますけれども、やはり患者全体と同じ傾向にありました。視覚的評価とメースの関係になりますけれども、年間のメース発症率は、視覚的評価が増悪するにつれて上昇を認めています。また同様に、年間のメース発症率はTPD が増加するにつれて上昇を認めました。どちらも以前の研究では異常と指摘されていない、異常以下、正常範囲内の群においても年間のメース発症率に差を認めています。こちらは TPD と先ほど示した反定量的スコアである SSS で評価されている 13,533 症例においても、メース発症率を比較していますけれども、やはり SSSTPD が増加するにつれて、メース発症率は上昇し、こちらも正常範囲内においてもやはり、メースの発症率が上昇することを認めています。こちらは CAD 疑いのサブループ解析においても同様で、視覚的評価が増悪するにつれて、メースの発症率が上昇する傾向にあり、 TPD では正常範囲内においてもTPD が上昇するとメースの発症率の上昇を認めています。コックスハザード解析の結果ですけれども、アンアジャスティッドにおいても年齢、性別、BMI、PADEF でアジャスティッドした群においても、視覚的評価、定量評価で、値が上昇するとハザードレシオは上昇を認めることが示されています。サブグループ解析においてもアンアジャスティッド、アジャスティッドで同様の傾向を認めています。でこちらが今回の研究のセントラルイラストレーションなんですけれども、視覚的評価と定量評価における年間のメース発症率を示しています。視覚評価でノーマルと指摘されている群で、そのノーマル群においても TPD が上昇するとメースの発症率が上昇することが示されていて、TPD が
5% 以上の群では TPD が 1% 未満の群と比較すると2倍のリスクであったことが示されました。同様に半定量的スコアである SSS と定量評価によるメイスの発症率を表したフィギュアですけれども、やはり SSS が0群においても TPD が増加するとメイスの発症率が上昇することが示されています。ハードイベントに限定したメイス発症率になりますけれども、視覚的評価と定量評価における発症率ではやはりノーマルにおいても TPD が5以上であれば優位にハイリスクとなることが示されています。でこちらがそうですね、SSS の判定量的スコアと TPD で同じように解析していますけれども、やはり SSS が0でもハードイベントというのは TPD が増えると上昇する傾向にありました。ディスカッションです。本研究では大規模多施設で施行された心筋シンチグラフにおいて視覚定量評価を行い長期間フォローアップされています。視覚定量評価どちらにおいてもメース、ハードイベントを予測していたことが示されました。視覚評価の正常症例においても定量評価を行うことでリスク層別化が可能となり、視覚定量評価どちらにおいても正常な症例は 1.3% と低じて、さらなる被爆や検査時間、スタッフの手間を増やすことなくカテーテルなどの検査を減らすことができる可能性があることが示されています。結論です。 TPD が増加するにつれてメース、ハードイベントが発症率が上昇し、視覚的評価での正常範囲内においても同じ傾向が見られました。また定量評価は視覚的評価に独立した相互的な用語予測因子となることが示されています。以上です。はい、ありがとうございました。今日パーフュージョンイメージングによる用語予測ですね。で、最近まあいいデバイスが使えるようになって、まあちょっとその精度が上がったからこれを用語予測に使いましょうということ、そういうメッセージですかね。そういうメッセージだと思います。なんか視覚、せっかく定量評価があるのに視覚とか判定量とかっていうのが入ってきて、これが本当に必要なのっていう感じがするんだけど、あれどういう意味ですかね。その TPD が、高い患者でも、はい、でさらに、視覚的に悪そうだと一番悪いって、ちょっと意味がわからないんだけど、おそらくですね、今まで先生のおっしゃる通りデバイスがそんなに良くなかったので、こういう定量的な評価を行っても結局なんていうかあんまり差が出なかったんだと思うんですよね。で結局このエキスパートによる視覚評価っていうのがより一番予後を反映しているっていうのが、まあ、いろんな研究でも言われてて今まで、ただ、はい、ただですね、そのデバイスが良くなったおかげでですね、その微妙な低下、おそらくまあ心内膜下虚血、多分その視覚評価が拾えなかったような部分がですね、機械で拾えるようになったので、まあ、そこに差が生まれてきてるんじゃないかっていうメッセージだと思います。そうなんだけどさ、いや機械の定量評価だけで良さそうなんだけど、これを見ると機械で高知でさらに視覚的に、まあ、エキスパートがアブノーマルって評価した人が一番ダントツ悪いわけじゃない。はい。これはどういうことなの？視覚的にや TPD はみんなが分かる指標じゃないの？あ、もう TPD はもう機械が出すので。そうだよね。誰でも分かる数字です。その値だけじゃなくって視覚的にアブノーマルって評価した人が悪いんだね。だから値プラス見た目。そうです。で視覚的評価はですね、そのクリニカル の情報も加味して判断しているので、なるほど、そういう情報が入ると、まあ、より強く判定できる。なるほどね、はい、臨床情報も加味してということですね。はい、よくわかりました。じゃあこういうハイリスクの人に対してはどういうふうな介入をしていきましょうっていうことまでは踏み込んでるのかな。いや、そこまでは書いてなくてですね、この筆者たちが強調しているのはあくまでもこのノーマルでかつ TPD が 1% 未満というのがもうかなり低リスクなので、まあ、検査を必要としないんじゃないかっていうふうに書いてあるので。そういうことね。あ、なるほどなるほど、そうかそうかそうか。ノーマルだから、ノーマルだけども TPD が高いとどうした方がいいとかっていうのは書いてなくて、つまりこれも、そこは強く、これもやっぱりもう家庭の件数を減らしましょうっていうものの一環と考えていいんですかね。そういうのもあると思うんですけど、ただその中にはやっぱりイベントを、このハードイベントを起こす方がいらっしゃるので、うん、ノーマルの中でもどう治療していくかっていうのはその主治医の力量っていうことになるのかなと自分では思いました。はい、わかりました。
荻窪は どんなイメージングモダリティがあるの？うちで虚血を見るのは基本的に冠動脈 CT です。ああ、そっか。はい。心地がないのでっていうのもあるんです。冠動脈 CT で虚血を見ることはできないので、それはつまり FFRCT っていうこと？いや、そこまではできないです。FFRCT はできないです。はい。あ、そっか、分かった。で、冠動脈 CT を見て、で、大塚先生というエキスパートが、まあ、これは虚血があるねって判断して、じゃあ、勝ってやろうかっていうことになるわけだ。まあ、そうですね。ここの医者が判断してになります。なるほど、分かりました。結構、中で。榊原は？うちは同じ D スペックスを使っているので、確かに画像は綺麗なんですけど、まあ、やっぱり読影の仕方によってというか、まあ、ちょっとオーバーインディケーションな感じはあるんですよね。でちょっとこの論文気になるのは、はい、検査やってから3ヶ月以内にカテやってない人っていうインクルージョンになってくると思うんですけど、はい、なかなか日本で例えば検査異常が出ててカテやらないっていうのがどういうシチュエーションなのかなっていう、なんかこう外的な統制がなかなか難しいなと思って、はい、どういう群なのかなって、あとまあ PCA の起用とかも全部省いてるんで、はい、これが日本、はい、心地で異常出ててもカテやらないっていう群って要は心筋症とかっていう意味合いでいいんでしょうか。おそらくそういうのがあって心不全でイベントがそのまあ心不全してイベントが発症しているっていうのもあると思いますし、もしこれがそういう日本で当てはめるとすると虚血はあるけどカテやれない人って、要はその予後がそんなに良くない人なんで、そこでなんか全身が出たんじゃないかなってちょっと思いました。ありがとうございます、はい、いやまあすぐにやらなくてもいいっていう人なんじゃないの、ステーブルコロナリーアーテリーディジーズってことなんじゃないかな。川口どうされてますか、まあ、高木先生。いませんね。西新井は島崎。西新井も新地が今ないので、うん、まあ、あったらいいなと思うんですけど、これさっきもう一個のフィギュア見せてもらっていいですか。はい、これ結局、なんかその視覚的評価の方が、ちゃんとなんかイベントを捉えてるのかなと思っちゃったんですけど、TCD が 5以上とアブノーマルも比べるとほとんど同じなんですけど、TPD って以前からある指標なんですけど、結局視覚的評価とか、あるいは前世判定量的評価がやっぱり一番良かったよねって、そこ近づきつつあるよねっていう論文がなんかほとんどでですね、まあ、結局はその視覚的評価とかエキスパートの評価っていうのが、まあ、かなり予後を反映するっていうのがまあ結論にはなってしまうんです。まあ、この論文はそういう結論にはなってはないんですけど、多くがそれは。これハードエンドポイントの図だったでしょ、これの。はい、あ、高木先生、はい。そうすると、それだとね、面白いな、もう一個。もう一個。ハードイベント。これ。はい、この前、もう一個前か、もう一個のやつ、はい、ハードの、これ、これかな、はい、01でも、なんかあれのやつなかった、見た目が悪いのが悪いっていう、これ、はい、これ見ると、やっぱり単純に、その、はい、コンピューターがまだアホな。段階で、多分これ AI 的なことが進めば、この定量化がもっと賢いものを出してるんじゃないかな、はい、おっしゃる通りです。その臨床的な情報とかも全部そのスペクトが理解してソフトがこう演算できるようになったら、多分人間を上回ってしまうのかもしれないなと思います。うん、まあ渡辺先生言うように、まあ、このイベント起こしてるのってどういう人ですかっていうのと、なんで早めに介入しないんですかっていうのは、やっぱり少しこの立臨床と乖離している部分はあるかなとは思うので、まあ、これが本当に CAD なのか、それとも心筋症みたいなもので介入できないのかはもちろんちょっと分かりませんが、不要なまあカテは省いて、
まあ、医療資源を、有効利用しましょうというメッセージと、まあ、あとは武井先生おっしゃるように、もう少しこの、見た目とかっていうものを、機械で肩代わりしてもらうようなシステムっていうのが、うん、導入されるかもしれないということですかね。はい、はい、何かコメントあれば柴田先生いいですか。同期の立派な発表ですけど、はい、柴田先生、はい、大丈夫らしいです。はい。じゃあいいかな。次回はあさって、誰ですか？ここにいない人ですね。はい。じゃあ水曜日にまたお会いしましょう。では、コロナに気をつけて、いってらっしゃい。